さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんばんは、ゆっくり魔理沙です。さて、日露戦争の続きだったわね。前回までのまとめから入ると、両洋海戦、旅順陥落、ロシア太平洋艦隊壊滅と日本軍優勢に進んできた戦争も冬になり、国間の満州では両軍とも春まで大きな動きがないと思われた。そう思い込んでいたのは日本側だけで、ロシアは日本軍の弱点である左翼の国交大へ大攻勢をかけてきた。日本軍は危機的な状況に陥るが、ロシア軍は謎の撤収。日本軍は九死に一生を得た。もう日本のパワーゲージゼロに近いんだっけ。兵力の損耗が激しすぎて補給が追いつかん。砲弾もあれだけガンガン撃つと、国内の生産が追いつかないわよ。兵員だって足りんぜ。なんせロシア兵は200万いるんだぜ。日本軍の強さを支えていた士族上がりの将校の損耗が痛い。そればっかりは簡単に補充というわけにはいかないわねー。そのせいで日本軍全般に開戦時の突破力は1905頃には失われつつあったのだぜ。新兵と年齢の高い予備役兵の割合が高くなってきたのよねー。ロシア軍でも事情は厳しくて、連戦連敗のクロパトキンは兵からも皇帝からも信頼を得られなくなっていた。シベリア鉄道の前線伏線化はまだ先の話ね。ロシア国内では旅順の陥落が国内の動揺を引き起こし、ただでさえ専制国家の下で苦しい生活を強いられていた国民は、そこに戦費の挑発が加わり、とうとう暴発。1905年1月9日、首都サンクトペテルブルクでデモ隊に軍隊が発砲する事件、地の日曜日事件が発生してしまう。戦争なんかやってる場合じゃないわよ。さらに欧州ではドイツ帝国とオーストリア帝国がバルカン半島への圧力を強め、欧州方面がにわかにきな臭くなってきた。これじゃ満州にこれ以上の兵は送れないわ。そんな中、満州軍司令部はロシア軍主力に最後の大打撃を与えるべく大攻勢を企画していた。どうやら両軍の情勢だと方天が最後の戦いになりそうね。日本軍の事情としては、これ以上戦争が長引いてロシア兵が増強されてくると、とてもじゃないが戦線の維持はできなくなってくる。現状でも数だけで言えば兵数は10万人も優勢だし、負けてもロシアは人数だけは欠けてくるわよ。法典では日本軍24万、ロシア軍36万が激突することになったのだぜ。世界史上でも空前の海戦だわ。日本軍の構想では、日本軍の左右翼応力行軍が最初に仕掛け、これにつられたロシアが右に戦力移動させるのを見て、左翼の第3軍は退路を断つべくロシア軍の背後に迂回、これに合わせて第1軍第2軍第4軍が正面のロシア軍を押し込んで包囲するというもの。でもさ、24万の日本軍が36万のロシア軍を包囲って無理があるわよ。今仕掛けとかないと、これ以上ロシア兵が補充されてきたらどうにもならんという切羽詰まった事情があるのぜ。苦しい台所事情だわ。満州軍総司令大山巌は、この合戦が日露の関ヶ原である。まあ勇ましい。だけど無駄な砲弾は撃つなよ。最後にオチがついちゃうのが貧乏臭くて涙ぐましい。そこで小玉参謀は第3軍から四国善通寺第11師団を応力行軍に移動させ、第3軍には秋山騎兵旅団を編入していた。応力行軍は予備兵や新兵比率が高くて戦力的にも弱いのよね。善通寺第11師団は旅順で大きなダメージを受けて戦力を落としていたので、今回の海戦で成否の鍵を握る第3軍から陽動作戦担当の応力行軍に移動させ、代わりに機関銃と騎兵を持つ秋山支隊を編入していたのだぜ。考えたわね。2月21日陽動のため、右翼の応力行軍が新沢城を目指して進軍開始。いよいよ始まったのね。これにクロパトキンが過剰反応、第11師団が攻撃に参加しているのを見て予備隊を大量投入してきたのだぜ。ある意味作戦成功だけど、新兵と予備兵中心の応力行軍はたまったもんじゃないわね。クロパトキンが罠にかかったと見た満州軍司令部は3月1日全軍に総攻撃を発動。でもなんか今回は日本軍の勢いが弱いのよね。日本軍の砲撃が砲弾不足で弱かったのと、長い戦闘で各軍疲労と消耗が激しく、初戦の勢いがもうないのだぜ。日本軍が撤退したロシアの陣地調べたら、日本軍が撃った不発弾がたくさん並べてあったんだって。
そんな中、乃木の第三軍は元気いっぱいロシア軍の背後へ機動を開始。秋山氏隊の騎兵と機関銃が入ってるもんね。海外のドキュメンタリーでは冷静に日本軍の勝利は大量の機関砲によるものと分析してるぜ。黒パトキンは3月1日午後異変に気がついた。しまった、第三軍の乃木は右と違って左か。主力は左翼へ転身、このままだと乃木に退路を断たれるぞ。黒パトキンはロシア軍の主力を各戦線から引き抜いて第三軍に向けてきた。バレちゃったか。いくら乃木大将でも10万からロシア軍予備相手じゃ思うように進めなくなるわよ。兵力24万で36万のロシア軍を包囲殲滅は無理があるのだが、作戦の成否は第三軍にかかっているので、司令部は乃木は煽るしかない。いくら煽っても敵主力を受け持った上に北の方天に進撃しつつ敵を包囲せよって無理よ。できないものはできないわよ。その頃左翼のロシア軍は恐慌に陥っていた。ロシアの総予備10万で押しても第三軍はじわじわと方天に向かっています。第三軍は10万はいます。このままでは退路が断たれます。ところが第三軍は3万6000ほどなのだぜ。秋山氏隊が機関銃持ってるのもあるけど、ロシア兵は乃木第三軍が怖くて仕方がないのよ。3万で10万のロシア兵と互角にやり合ってるからすごいもんだよ。あいつら機関銃陣地の前でも飛び出してくる、マジっちでって都内声優にゃ。黒パトキンは正面の戦線を縮小して左翼に回したが、完全に乃木第三軍を足止めするには至らず。我が軍の全勢力注ぎ込んでも乃木は止めれないのか。3月9日、秋山氏隊が混戦を抜け出して方天の鉄道路線に接近したとき。今日はこのぐらいにしといたろ。またそれかよ。このまま放置しておったのでは、あのサタンの儀に鉄道破壊されて我が軍は包囲殲滅されてしまうわ。全軍撤退。黒パトキンの儀恐怖症発症。日本軍もガタガタで、一部はロシア軍の反撃の前に壊滅する部隊や敗走する部隊も出る苦しい状況ではあったが、ロシア軍が全面撤退開始。撤退する中央のロシア軍を追って第2軍と第4軍は前進を開始したけれど、もはや第3軍に追撃の兵力はなく、黒パトキンは自身がしんがりを務めるまでして鉄嶺まで撤退していった。こうして方天海戦も日本軍の勝利で終わるけど、またもロシア軍主力壊滅はならなかった。日本陸軍最後の大爆地も中途半端な結果に終わり、日本はこれ以上の進撃は不可能となった。一方のロシアも、一緒や兵を食っても黒パトキンの不甲斐なさにロシア皇帝ニコライ2世が絶叫した。繰り返される撤退現象に我慢も限界。あかん、こんなんじゃいつも同じシーンを見ている。いくら兵を出しても勝てないとまくし立てた。黒パトキンに対する不信感増大、最悪の方天決戦となってしまった。ロシア軍は鉄嶺も捨ててロシア領に近いハルピンまで後退。黒パトキンは解任され、後任にリネウィッチが就任した。深追いしてロシア領へ突っ込んじゃったらカウンター食うわよ。もう玉もエコもありもハンココラでよかそいどんこだまどんは東京兵ってたもんせ。また何言ってるかわかんないわよ。満州軍司令部は日本軍の現状、ロシアの国力差を十分認識していたので、浮かれる東京へ何としても講和へ工作すべく小玉参謀を派遣したのだぜ。でもロシアは依然強気で、まあ強気を装っているだけで内情はガタガタなんだがな。ロシアのハッタリは世界一だから、ロシア軍は革命騒ぎでこれ以上兵は出せないし、士気の低下で高位の地や逃亡話が相次ぎ、鉄嶺さえ維持できずにハルピンまで引いているのに。ロシアの強気の背景にはインドネシアにいるバルチック艦隊なのだぜ。東京入りした小玉から満州軍の厳しい現実が知らされると、戦争の継続に楽天的だった大本営も講和に傾き、両東半島と朝鮮半島からロシアが出ていくなら賠償金なしでも講和可能の線でまとまり、アメリカも大統領セオドア・ルーズベルトが講和を促したが、ロシア貴族の一部はバルチック艦隊が日本艦隊を打ち破るとの希望的観測があり、バルチック艦隊がウラジオストックに入って日本近海の制海権を奪えば大陸の陸軍は補給ができず立ち枯れしてしまう。こうして日露の最終決戦は日本海軍とロシア海軍の決戦の結果に持ち越されたのだぜ。なんだなんだ。用務です。最近また出番がありません。用務です。同窓会に出たら警備員に呼び止められました。昔の一発ネタで、あんた誰ってやってました。
いくらなんでもひどいと思います。ヨウムです。最後に変なのをお見せして、ご視聴ありがとうございます。